俳優、西田敏行さん、テレビ東京の石川一郎社長が17日に76歳で死去した俳優の西田敏行、西田敏行さんの訃報を受け、追悼コメントを発表した。石川社長は、西田敏行さんには、テレビ東京のドラマ、釣りバカ西氏での社長のスーさん役をはじめ、正月の10時間ドラマ、天下騒乱徳川三代の陰謀や、開局45周年記念ドラマ、終社陰謀などで主演を務めていただいたほか、映画、アウトレイジも講演していただきましたと回顧。2017年には、テレビ東京の入社式にもサプライズゲストとして参加しており、テレビ東京グループも大変お世話になりました。テレビ東京、そして日本のエンターテインメントの発展に多大な功績を残していただきました。謹んで哀悼の意を表しますと別れを惜しんだ。